スポーツマンズ・パークはアメリカ合衆国ミズーリ州セントルイスにかつて存在したスタジアムである。1875年5月6日、セントルイスの一角にグランドアベニュー・パークという野球場が会場。ナショナルアソシエーションリーグに1875年に誕生したセントルイス・ブラウン・ストッキングスの本拠地となった。ナショナルアソシエーションがその年限りで消滅すると、 このチームは翌1876年からナショナルリーグへ移籍した。この時に球場名がスポーツマンズパークへ変更された。ブラウンストッキングスは1877年シーズン終了後に球団解散した。1882年、アメリカがソシエーションリーグが発足。セントルイスには前述のチームと同じ名前のセントルイス・ブラウンストッキングスというチームが誕生した。 ブラウンストッキングスはスポーツマンズパークを改修し本拠地として使用した。ブラウンストッキングスは翌1883年にチーム名をセントルイスブラウンズに改め1892年にはナショナルリーグへ移籍した。そしてこの年までは初代スポーツマンズパークを本拠地にしていた。1893年、このセントルイスブラウンズは 初代スポーツマンズパークの北東に建設された新スポーツマンズパークへ移転した。ブラウンズは1899年にパーフェクトズ、1900年にカージナルスに球団名を変更し、1911年には球団オーナーであったスタンリー・ロビソンの死去に伴い球場名をロビソン、フィールドに改称して、カージナルフィールドとも言われながら1920年の シーズン途中まで本拠地とした。詳細はロビソンフィールドの項目を参照のこと。一方で新しく1901年にアメリカンリーグが発足し、その時に誕生したミルウォーキーブルワーズが、その1年限りでミルウォーキーを捨てカージナルスのいるセントルイスに移転してきた。このチームは球団名をカージナルスが1898年まで使っていた。 セントルイス・ブラウンズとした。これは、翌1903年に、同じ1901年に誕生した、当時のボルチモア・オリオールズが、スーパーバスやジャイアンツのいるニューヨークへ移転したことも、含めて、ナショナルリーグの球団と同じ都市にフランチャイズを設置することは、明らかに、新興勢力が既存の勢力に対して挑戦状を叩きつける動きだった。 新しいセントルイス・ブラウンズは新球場を建設し、球場名をカージナルスがかつて使っていたスポーツマンズ・パークと名付けた。ブラウンズはセントルイス1年目に78勝58敗の2位と検討したことでファンの支持を得た。その後ブラウンズは会に低迷したが、観客動員ではカージナルスを上回った。そしてブラウンズは球場の改修に着手し、 1909年に改修が終了したこの三代目スポーツマンズパークは鉄筋コンクリート製のものであった。やがて木製の球場が時代遅れになっていた1920年のシーズン途中にとうとうカージナルスもロビソンフィールドからこのスポーツマンズパークに移転してきた。セントルイスをフランチャイズとするブラウンズとカージナルス両球団が同じ球場を本拠地にするようになった。 そしてカージナルスが移転してきてから、この両球団の力関係は逆転する。カージナルスは、その後30年間でリーグ優勝9回、うちワールドシリーズ制覇6回の競合になる。一方のブラウンズはリーグ優勝が1回のみ。両者が直接対決した1944年のワールドシリーズではカージナルスが4勝2敗で勝利。観客動員もカージナルスがブラウンズを、 圧倒するようになって、スポーツマンズパークの所有権も1952年シーズン終了後に、ブラウンズからカージナルスに移った。そして同時に球場名もカージナルスのオーナーの名前から、ブッシュスタジアムに変更された絵の変更が予定されていたが、気候が認めなかった。ブラウンズは1953年シーズン終了後、メリーランド州ボルチモア一転した。やがて、 ブッシュスタジアムは老朽化が進んでいった。1960年には NFL のカージナルスがシカゴから移転してきて、球場が野球とアメフトとの兼用になったことも、球場の負担を増した。1966年、クッキーカッター型の新しいブッシュスタジアムが完成し、両カージナルスがそちらに移転し、スポーツマンズパークはその年のうちに解体され、 その長い歴史に終止符が打たれた。abcbalparks.com スポーツマン、エスパーク。ありがとうございます。